アンゲータカノリは日本の実業家、学位は学士、株式会社グッドスマイルカンパニー、代表取締役社長、コナミ株式会社勤務、グラムス株式会社勤務、株式会社バンプレスト勤務を経て、有限会社グッドスマイルカンパニー、代表取締役社長などを歴任した。香川県にかつて存在した大川郡津田町出身。 津田町の家具屋の息子として生まれる。家具職人を知っていた祖父が起業し、戦後の家具需要で成長したこともあった。幼い頃から勉強ができ、小中高と生徒会長を務めていたほか、野球にも打ち込みキャプテンにもなっていた。また当時で初めのコンピュータにも熱中し、最初の頃は近所の電気屋に一台あったものを使わせてもらっていたが、実家でアルバイトして貯めたお金や、 お年玉などで購入したという。香川県立津田高等学校を経て、大阪府立大学に進学した。経済学部の経営学科に在籍し、会計士を目指すために、大学3年から資格予備校にも通うようになるが、入学直後から、コンピューターやゲーム、バンド、テニスと、趣味三昧になってしまっていたために勉強について行けなくなり、会計士の道を断念して、 大学4年から就職活動を開始し、コナミに入社を決める。1993年、大阪府立大学を卒業した。コナミでは営業に配属され、ノルマをきちんと達成するという好成績を出し続け、この時の営業経験が現在でも仕事の礎になっているという。入社2年目の25歳で、大学時代から付き合っていた女性と結婚。翌年には、 長男が生まれる。入社4年目に、グラムスを起業した社長に誘われて転職するが、開発費を継ぎ込みすぎたために2年で倒産する。その後、小波時代の同僚から、バンプレストが、開発市会社を作るから開発要員を募集している、と誘われ、グラムスの開発部員を率いて、集団面接を行った際に、当時の社長である、杉浦交渉に気に入られ、バンプレストに入社。 社長、常務直轄のマーケティングチームのスタッフとして、あらゆる新規事業を手掛け、松戸市の本社ビル地下のマニア向けショップ、コントンタウンの立ち上げや、ゲームの開発、映画の作成、さらにアイドル声優ユニット、キラキラメロディ学園とその事務所である、ミューラスの発足や運営も手掛けた。その後バンプレストが上場するにあたり、不採算部門だった、ミューラスが解散。 所属していたタレントを他の事務所に移籍させる仲介を行っていたが、中には、秋さんとやりたいというタレントもおり、それを受けて芸能事務所として、グッドスマイルカンパニーを創業する。2011年5月2日、グッドスマイルカンパニー創立10周年記念感謝祭、にて2011年5月2日、グッドスマイルカンパニー創立10周年記念感謝祭、にて、 ニトロプラス広報担当ジョイマックスと資本金は仕事で付き合いのあったマックスファクトリー代表のマックス渡辺から借りることで確保仕事についても芸能面での仕事がなかなか取れないためマックスファクトリーと組んで職願の企画開発釣り具店の運営も行っていたが開設1年で看板タレントが失踪実家に帰ったことがわかるが説得しても断られてしまう そうした中、食玩ビジネスが次第にヒットの兆しを見せ、海洋堂も進出して、急成長すると、マックス・渡辺を消しかける形で、本格参入、未角闘や明治製菓、ブルボンに提案し食玩をヒットさせていく。こうした食玩の受注が増える一方で製造を外注していた企業が追いつかない事態となり、フィギュアにおける自社生産体制の整備に乗り出す。 ゲームメーカー時代からのつてで中国に製造ラインを整備、これによって食玩のみならず自社フィギュア商品の製造、販売もできるようになった。2004年にはマックスファクトリーのカスミホワイトバージョンが4万個売れる大ヒット商品となり、会社経営を軌道に乗せることができるようになった。さらにキャラクターの特徴をデフォルメ、簡略化して価格を抑えた粘土ロイドを発案。 2008年に発売した年ドロイド初ネミックが累計12万個の大ヒットとなり、グッドスマイルカンパニーはフィギュア製造のトップメーカーとなる。中国にも製造拠点を8つ設けるなど、生産体制も増強する一方、模型イベントのワンダーフェスティバルにも大規模なブースを出展するなど、新規ユーザーの開拓やユーザーとのコミュニケーションに力を入れ続け、 その延長線上で2009年にグッドスマイルレーシングを設立、スーパー GT に参戦し、個人スポンサー制度を導入したほか、コラボレーションカフェの開店、世界中のユーザーがどこからでもオンラインで買えるよう仕組みを整備し、さらにアウトドアグッズやヘッドホン、アニメ制作まで様々なジャンルに進出している。2010年11月14日、アニメフェスティバルアジアにて、 ニトルプラス社長、小坂隆敷、声優、花沢なと2011年5月2日、グッドスマイルカンパニー創立10周年記念感謝祭、にて、ありがとうございます。